さか1コマ目で車が飛んでくるとは。自動車は脇見運転をしていたらしい。怪我で済んでよかったよ。お父さんお母さん心配かけてごめんね。しばらく入院か。二人ともすごく泣いてたな。心配かけちゃった。どうしよう、これじゃ検診もできない。ねえあなた、高校生？はい。私グルハ、よろしくね。よろしくお願いします。私も足を骨折しちゃったの。足の怪我でオセロだね。おー、綺麗なお姉さん。美人なのにお茶目で可愛い。はい、お互いリハビリ頑張りましょうね。ソラちゃん、病院の中案内してあげるね。ありがとうございます。ここが売店だよ。わー、サンマパン置いてる。こっちに進むと庭に出れて。お庭があるんだ。あ、あの人テツ先生よ。実はあの人看護師のわさびさんとできてるらしいの。医者なのに不潔よね。おー、レディコミみたい。ドキドキ。ソラ、病院生活はどう？病室のお姉さんがすごくよくしてくれるよ。そう、よかったわね。またお見舞い行くからね。うん、お姉さんがいたらクロワさんみたいな感じなのかな。入院生活楽しくなっちゃいそう。数日後、ソラちゃんにプレゼントがあるの。え？はい、これ。いい、トミー。すごい、なんていうか、なんだろう、ぶっちゃけあんまり好みじゃないかも。でもプレゼントにそんなこと言っちゃう。ふふ、私とおそろだね。はい。そうだそろちゃん、せっかく同室なんだし交換日記つけない？日記ですか？何それ、六法全書？最初はそろちゃんが自由に書いていいよ。はい。このノート重っ。とりあえず売店でサンマパンを買ったこととお母さんに電話したことと次の日。これだけ？もっと自由に書いていいのに。はあ、入院中って書くことないんだよな。私がお手本を見せてあげるね。楽しみにしてて。はい、また次の日。はい、書いてきたよ。楽しくて10ページも書いちゃった。看護師のわさびさんって乱暴で本当やだ。それじゃムカつくよね。タンパクしてなんかそこ出てこないよ。うわー、なんか読んでて疲れる。そらちゃんも私みたいにたくさん書いてよ。家族構成は？交際経験は？学校では何の教科が好き？成績は？なんでそんなこと。私そらちゃんのこともっともっと知りたいんだよ。わわわわわ、なんだかちょっとクロワさんが怖いかも。どうしたのそら？うん、なんでも。こんにちはお母様。はい、これ教科書とか持ってきたよ。ありがとうお母さん。じゃあまた来るね。そらちゃん、何読んでるの？私今年受験なので教科書。学校行きたいんだ。でもさ、こんなに何日も休んでたらずる休みって思ってる人もいるかもしれないよね。それに教科書だけ読んでても意味なくない？多分学校戻っても授業ついていけなくて苦労するって。入院したばっかりに高校生活台無しになっちゃったね。残念だね。なんでこの人にそんなこと言われなきゃいけないの？もうやだ、この人に関わりたくない。そら、交換日記まだ？なんで急に呼び捨て？しばらく書けないのでお返しします。じゃあ私書いちゃうよ。一人で書いてください。もう何拗ねてんのよそらったら。拗ねるのは私が好きだからそういう態度になっちゃうのよね。うんうん。そういうとこもまだまだ幼くて可愛いわね。ある日、そらちゃん具合はどう？かすみちゃん会いたかったよ。なんだか少し痩せたみたい。大丈夫？ちょっといろいろあって。でもかすみちゃんの方はオーラで癒されたよ。本当はよかった。ハレークラスのみんなから痩せ書きだよ。わあ、ありがとう。みんなにも会いたいな。ちょっと、あんたそらのなんなわけ？友達です。今さらのこのこ来て何したいの？何って、大体そらが事故した時なんですぐ来なかったの？それは入院直後だと迷惑になるから、そらちゃんが落ち着いてからお見舞いしようと思って。それただの言い訳でしょ。うん、あんたみたいな人はそらの友達失格よ。じゃあ何するんですか？部外者はとっとと帰んなさい。かすみちゃんごめんね。一体何なのあの人は。ものすごく困ってるの。またお見舞い来るからね。うん、待ってる。クロハさん、なんであんなことしたんですか？ソラのためにやってあげたんじゃない？やーね。どこがです。寄せ書きもこんなにして許せない。そんなのもういらないでしょ。ソラはもう学校に戻る必要ないのよ。大親友の私がいるんだもの。大親友？はぁ、いつから？早くクロハさんから離れたい。マジ先生、私いつ退院できるんですかね。もうしばらく無理だね。そうですか。勉強をしていても。また勉強？まさかそら大学行けるの？嘘、信じらんない、びっくり。やめとけば、受かるわけないよ。恥かくだけなのに努力するとか嫌じゃない？私なら絶対嫌だ。
しようしよう。はあ、最近空と話してるおかげがすっごく気分がいい。ずっと同室にいてほしいわ。空も私と離れたくなくて辛そう。少しでも自然に触れて癒されよう。空ちゃん、あと少しリハビリ続けよう。はい、このままじゃ空がいなくなる。嫌よ。せっかくこんな友達に出会えたのに。大なんかさせるもんですか。隊員が見えてきた。サンマパン、サンマパン。私から離れよっちゃってそうはいかないわよ。それあの人何してるの。階段だってもうバッチリポン。空はずっとこの病院で私といるべきなの。マリオくんのも。え、しまい隊員が伸びた。あの人あなたを狙ってたのよ。何が何なの。多くの人の証言によりクロハが私を突き落とそうとしていたことが分かった。やたら私に執着してるとは思ってたけど、怪我までさせて一緒にいようとするなんて。10年も年が離れた子に執着して障害未遂を起こすなんて。1秒でも早くクロハから離れたかった私は退院日に即アディオスした。その代わりクロハは一連の出来事を親御さんに知られ、この年になってまともな人付き合いもできない上人様に怪我をさせようとして、あー情けない。ネチ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 。今痛いんだってばやめてよ。さらに今日から同室の日冷めよう。よろしく。やだ、あんた怪我の位置一緒じゃない。私たちソウルメイトかもね。クロハちゃんって若くて可愛いわね。そうだ、これから毎日お互いのこと話しましょう。いや、やめてよ。私あんたなんか。いいじゃない、親友でしょ。私若い子とおしゃべりするの大好きなの。若いっていいわよね。その若さもっと分けて。いやー、エネルギー吸われる。いやー、あの病院には今でもヘビ女にエネルギーを吸われているクロハが入院している。悪夢の入院生活を終え、プチ